今回は秘伝の担々麺風の大根サラダの作り方を紹介します。麺の代わりに大根の細切りを使うのがヘルシーでダイエット中の方には超おすすめ。さらに作り方は簡単で美味しいですよ。それでは作っていきましょう。大根をカットしていきます。大根は下の方は辛みが強く、上の方は甘みが強いので、この料理では真ん中を使うのがおすすめです。細切りにしやすい長さにカットしたら皮を切り取ります。これを縦に薄切りにしていきます。切れたら塩を一つかみで揉み込んでおきます。だいたい大根 300g に対して大さじ1くらいの塩を入れます。これを5分くらい置いておきます。材料は大根 300g、にんにく生姜各小さじ1、豚ひき肉 100g、長ネギ大さじ1です。塩もみした大根は水洗いしてからしっかりと水分を切って切れるようにして水分が流れてこないようにします。水分を切った大根にごまドレッシングを大さじ2くらいかけてあえておきます。今回は超簡単にするために市販のドレッシングを使いました。ドレッシングがなければ練りごまやすりごま、お酢、醤油、砂糖などを使って味付けしてください。これをしっかりと和えておきます。皿に盛り付けます。鍋に大さじ1の油を入れ、なじませます。ひき肉を入れ、炒めていきます。お玉を使って肉を上から軽く潰すようにして火を通していきます。それぞれに崩れるようにして炒めていきます。ひき肉はパチパチと油で弾けるような音がするので炒めていきます。このくらいになったら OK です。ニンニク生姜を入れ炒めていきます。豆板醤を小さじ1入れます。これをひき肉に絡めるようにして炒めていきます。塩コースまたは酒を小さじ1、鍋肌から香りが出るようにして入れます。醤油を大さじ1も同じようにして入れていきます。鶏ガラスープまたは元を取ったものを50cc 入れます。砂糖と味の素を少量ずつ入れます。長ネギを入れます。水溶き片栗粉を小さじ1入れ、とろみをつけます。最後にごま油を少量入れ、香りをつけます。大根の上に炒めたひき肉を乗せます。
お好みでかけます。これで汁なし担々大根の出来上がりです。サラダとしてはもちろん、ご飯のおかずとしてもバッチリなので、よかったらお試しください。よく和えてからお召し上がりください。バージャーをかけたりするとさらに本格的な味わいになります。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストのありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。